1ヶ月とかは多分あれですよね、うまく運用するのも。いや、そうです、もうやったこともないから。そうですよね。もうあのその業者の人にあのレクチャーを受けてっていう感じなんで、そこまではやっぱりそこは大変だと思います。多分あと何か変えていかないといけないんで、そこから移行して移行してっていう変えていかないといけないんで、そこはやっぱり一定の、まあ、労力というかはかかると思うんで、そこはやっぱりクリアしていかないといけないのかなと思います。はい、そこ労力っていうのは、でもスタッフの各学目標を立っててとかで、あとまあ時間作って、やっぱりそういうあのレクチャーの時間を診療時間内に切って、でそういう時間を設けるとか、やっといてねって言ったら絶対やらないんで、やっといてねとか多分何も始まらないんで、そこはもうその時間を作ってやることが大事だと思う。じゃあ時間作って、まあ、スタッフ共有する、あこれなんだねみたいな、あこれができるからいいよねみたいなのが、そうですね、つながるっていう。でスタッフもそこで興味持ってくれれば、そこからいろいろ質問してくれるので、その業者さんとかにも質問してくれるんで、そこからまた広がることもあるので、もう今だったら多分僕の知らない機能をスタッフの方が知ってることも多分多々あると思うんで、そういうところはどんどんあの活用していってもらえればいいかなと思います。